はい、こんにちは、シャスカです。今回はイメージの力というお話をしたいと思います。と言ってもですね、実はこのイメージの力っていうのをこんなに強くですね、本当にイメージって大事なんだなっていうふうに思えるようになったっていうのは結構最近というか、ここ 1,2 年の話です。というのは、今まではそんなにそのイメージとかその想像力っていうのに対してそこまでですね、重要度を置いてなかったというか、そんなに重視してなかったんですね。で、なんでイメージの力っていうのをすごい強く感じられるようになったかっていうと、それはですね、ダイエット、痩せることができたっていう体験がすごく大きかったんですね。で、私がダイエットを気にし始めたというか、スポーツジムに通い始めたのが2012年の10月だったんですね。で、2012年の 10月ですねに、スポーツジムに入会手続きをしてジムに通い始めたんですね。で、その時の体重が69キロでした。で、正直ですね、まずはその絶対何が何でもこのジム通いを続けて、絶対そのダイエット目標を達成するぞっていう、その絶対今度で痩せるぞみたいな、すごいこう強い意気込みとか気合とか根性とか、そういったの本当に全くなかったんですよ。あまりにも運動をしなさすぎる、それこそその散歩すらしないっていうぐらい本当に運動をしなかったので、とにかくそのジムに通うっていうことをしなければ多分自分は全然運動しないだろうっていうことで、まずその運動不足解消っていう、意味で入会したんですね。で、その時は69キロでした。で、私の標準体重っていうのが62キロなんですけど、自分のこの身長からした時の標準体重っていうのが62キロなんですけど、それを2014年の、つまり今年ですね、4月に達成したんですね。で、この間っていうのが1年半あったんですけど、なのでマイナス7キロこの期間で痩せることができて、1年半で62キロっていう、私の身長からすると標準体重っていうのになることができたんですね。で、この目標達成方法っていうのが今までの目標達成方法と全然違ったんですよ。全然違ったんですね。で、今までの従来の目標達成方法っていうのは、いわゆる論理的、左脳的な論理的左脳的な目標達成方法で、まずは明確な目標を設定する、例えばその、今回の例で言ったら、例えば2014年3月31日までに 7kg 痩せますみたいな明確な目標を設定すると。そして明確な目標を設定したら、じゃあどうやって痩せるかっていう計画を立てる。そしてその計画に沿って着実に行動すると。論理的左脳的な目標達成方法で目標達成したっていうことは何回もあったんですよね。例えば自分の勉強とか、もしくは子どもたちに勉強させて成績を上げて志望校に合格させるとか、もしくはその仕事面 の例えば自分が管理職としての、しっかりとした例えば目標を達成するとか、そういったのは全部論理的左脳的な目標達成方法で、じゃあまず何年何月何日までにこれだけのものをするということで、数字を入れたちゃんと数値目標を設定して、で
それをじゃあどうやったら達成できるかっていうのを、例えば1年目標を12ヶ月に、細分化していって、10月目標、11月目標、12月目標みたいな月間目標にして、でその月間目標を今度は1週目、2週目、3週目、10月1週目、10月2週目、10月3週目ということで週間目標にしていくというのをやって、じゃあ今週はこういう習慣目標になってるんでっていうことでそれを着実に行動するというのをずっとやってたんですね。それは自分の勉強にしてもそうだし、子供たちに勉強して成績上げて合格させてあげるっていうのもそうですし、まあ、自分の仕事面、管理職としての仕事っていう意味でもこういった方法ばっかりやってたんですね。なんですけど今回のこのダイエットに関して言うと、まず明確な目標を実は立ててなかったんですよ。とにかくジムに入会したらジムを続けたいぐらいの感じなんですね。だから何年何月何日までに何キロ痩せて何キロになるみたいなのっていうのは実は立ててなかったんですよ。数値目標を立ててなかった。で計画も立ててなかったんですね。まずはそのとにかくジムに通うっていうことで、週1回通うとか週2回通うっていう感じで、今日は、どんなレッスンがあるんだろうなっていうことで、あ、これちょっと受けてみたいからっていうことで受けてみたっていう感じで、必ず週3回通うとか週4回通うみたいな感じで明確な計画っていうのもなかったんですね。で計画がなかったから当然、あ、今日はジム行こうかな、どうしようかな、今日はやめとこうとか、今日は行こうとか、まあ、そんな感じだったんですよ。なんですけど結果的には自分の一番標準的な体重まで、ダイエットすることができたんですね。でなんでなんだろうなって どれもやってないのになんでなんだろうなっていうことで、ずっと、まあ、ある意味不思議な目標を達成できたんだけれども、すごい不思議な感覚があったんですね。 なんでこんなんで目標達成できるんだろうとってなった時に、ああ全然違うことを今回はやってたんだなっていうことで後で気づいたんですね。今回はそのイメージ、右脳的な目標達成法を、まあ、偶然です、正直偶然、あ、達成できたからお話できるような話で、もう正直これはですね、偶然というか本当たまたま達成できたんですけど、なんで達成できたんだろうなっていうのを考えてた時に、あ、これだろうということで、まあ、ある意味後付けなんですね。後付けなんです。っていうのは何なのかっていうとですね、実はその私は夢の宝地図っていうのを30歳今から9年前からずっとやってるんですね。望月俊隆さんが始められている、で広められているその夢の宝地図っていうのをもう9年前の30歳の時からずっとやって、で一つ夢が叶ったらその写真を剥がして別の写真を貼る、一つ夢が叶ったら写真を剥がして別の夢を貼るっていうのをもう9年ぐらいずっとやってるんですよ。でその時にですね、実は1枚その男性として理想的な体の人の写真をその夢の宝地図に実は貼ってたんですね。1枚実はただ貼ってたんですよ、まあ、こういう体型が理想的だなっていう、この個人的な主観で一番そのかっこよさそうな外国人の、上半身裸の日本人だ、あ、上半身裸の男性の写真っていうのを実は1枚貼ってたんですよ。でその夢の宝地図っていうのはほぼ毎日見てるので、多分もうそれしかないなと、将来的に理想的にこういう風になりたいなっていう写真だけはずっと貼ってあってずっと眺めてたなっていう、まあ、これしかないなっていう風に思ったんですね。で、おそらくそれで間違いないだろうっていう風に今思ってるんです。なぜならこういったことを一切してないからですね。こういったことを一切してないのに痩せることができた。でスポーツジムに通って1年半通ってるので、常連さんって言いますよね、ずっとメンバーの方、例えばインストラクターの方もそうだし、常連的にこまめにジムに通ってる人ももちろんたくさんいるんですけど、正直そんなにこの1年半で体型が変わった人ってほとんどいないんですよ。ほとんどいないんです。みんな通ってはいるけれども体型がそんなにこう目に見えて変わったっていう感じの方っていうのはほとんどいらっしゃらないんですね。でも私は明らかに7キロ変わったんで、どう考えてもこう雰囲気っていうかは変わったんですね。
で、なんでなんだろうなって言った時に、多分その夢の宝地図に合っている人の写真っていうのを毎日眺めてたからなんだろうなということで、後付けでそういえばご飯のおかわりっていうのを以前よりあまりしなくなってたっていうことに気がついたんですね。昔はもっとご飯っていうのは一杯食べたらおかわりっていうことでご飯を2杯食べるのが当たり前だったんですけど、そういえばこの1年半っていうのはご飯をほとんどおかわりしなかったなと。1回ご飯食べたらもうごちそうさまって手を合わせてた、そのご飯をおかわりしたいって思わなくなってたなとか、そういうなんかこう痩せてもおかしくなかったようなことっていうのを思い出せるようになったんですね。じゃあなんでなんとなくご飯おかわりしようと思わなかったんだろうとか、なんでずっとスポーツジムやめないで通い続けられたんだろうとか、なんで別に体重の変化なんか全部、この辺体重の変化本当に全然なかったですから、全くなかったんで、なんで体重の変化がないのに体重計に毎回毎回、ね、飽きずに乗り続けられたんだろうなと思ったら、もうこれしか思いつかないんですよ本当に。なので、ああこっちの目標達成法っていうのは今まで散々やってきて、こっちだと正直気合い入れるとか努力するとか根性入れるみたいなことっていうのは結構やってきたんですけど、なんとなくご飯をおかわりしなくて気がついたら目標が達成できてたみたいなのっていうのは本当にまあ初めてで、あこれかと、これがイメージの力とか想像する力なのかっていうことで、今まで理論として勉強座学で知ってたイメージの力っていうのを初めて自分の実体験としてですね、強く実感するようになっています。でコーチング的な視点からいくと、コーチングにはですね、夢を叶える方程式っていうのがあるんですね。夢を叶える方程式っていうのがあって、それは I×V=R という公式なんですね。で I っていうのはイメージです。で V っていうのは臨場感、ビビットです。で R っていうのはリアリティで、日本語に直すと想像かける臨場感かける現実、あイコールですね。という公式なんです。で、この公式自体は私もコーチングを習ってからずっとこの公式っていうのは知ってたんですね。で、その時にこのイメージっていうのが入ってるんで、そのイメージの力っていうのは言葉では知ってたんですよ。その知識として座学としては知ってたんですね。なんですけど、それが本当に実現していくっていうのをすごく感じて、この I×V=R の中には理屈とか論理っていうのが入ってないんですよね。想像×臨場感イコール現実っていう公式なので、理屈とか論理っていういわゆるこういった作能的な目標達成方法のこの言葉っていうのが入ってないんですよ。入ってなくて、ただ想像が強い臨場感とともに現実になっていきますよっていう、そういう公式なんですね。でこの現実っていう、この R っていうのはですね、心理学の中の一番最新の心理学、認知科学っていう学問があるんですけど、その認知科学のリアリティっていうのはですね、言葉の定義が変わっていて、リアリティっていうのはこういうこのホワイトボードみたいに叩けるっていう物理的な現実だけじゃなくて、映画館の映画のような仮想空間のこともリアリティっていうんですね。つまり最新の心理学でおけるリアリティ現実っていうのは、臨場感が強い方を現実というふうに言うわけです。ですからもしあなたが今この動画をすごくこう集中して真剣にもし見てくれているとしたらですね、あなたの現実っていうのは今あなたが座っているもしくは立っているその物理的空間のことではなくて、こっちの私が話しているこっちの空間の方にリアリティがあるっていう言い方をするんですね。つまり現実リアリティっていうのは、その認知科学っていう学問においては
臨場感が強い世界の方を、現実リアリティというふうに呼んでいます。ですからもしあなたがこの動画を見てくれているということで私の話を集中して聞いてくれているということであればあなたのリアリティというのはここにあるんですね。こっちの仮想空間の方に あるわけです。であなたがこの動画を見終わってまた我に戻って例えば自分のいる部屋とか街の風景っていうのを見た瞬間リアリティが現実物理空間の方に戻っていくっていう考え方をするんですけど、なんでかっていうとなんでその物理と仮想を区別しないのかって言ったら脳にとってはそれはどっちでもいいことだからなんですね。現実っていうのが物理なのか仮想なのかっていうのは脳にとってはどっちでもいいことだから、リアリティっていうのを臨場感が強い方をリアリティっていうふうに定義するようになってるんですね。例えばあなたが映画を見に行って映画の世界って仮想ですよね。どう考えてもバーチャル空間ですよ。あの今この目の前でその映画館に行って映画館でビルが爆破されたわけではなくて あくまでもあれは映画館の映写機が、スクリーンに白いスクリーンに映してるだけですよね。だから実体はないわけですよ。実体はないんですけどあなたが2時間の映画を見ている時にもし映画の世界にどっぷり入っていたら自分が座っている映画館のクッションよりも映画の世界の方にあなたの意識っていうのはグッと入ってる。そしてもし映画の世界で本当にビルが爆破してドーンって大きい音がしたらそれが仮想空間であってもあなたはこう思わずこう身をよけぞったりとかですねすると思うんです。もしくは脳の中で 脳の中で例えば夜眠たい、例えば夜12時とか夜中2時とかで、夜眠たいということで、ね、寝た。そして夢を見たと。まさに寝ている時に見る夢ですね。まさに寝ている時の夢だけど夢の世界で臨場感を強く感じていると。そうした時に朝起きた時にですね思わず冷や汗が出ていたとかもしくはちょっと呼吸が少し早くなっていたとか、そういった、生態身体的な変化っていうのはあるということを体験したことがあるんじゃないかなと思うんですけど、脳っていうのはですねその物理なのか仮想なのかっていうのはどっちでもいいんですよ。つまりビルの爆破だろうが本当にびっくりすれば思わず体がのけぞるし夜寝てる間に見た夢だったとしてもそれが本当に臨場感がある夢だったら体の中で汗とか涙とか、呼吸っていう形で変化が現れるわけですね。脳にとっては物理なのか仮想なのかっていうのはどっちでもいいわけですよ。ということはじゃあなぜこれが夢を叶える方程式なのかって言ったらもしあなたが望んでいる姿っていうのをが心から自分がそういうふうになれるという強い臨場感を感じられるものだったらまずはその脳がその例えばあなたが今現在実際にたあの物理で鏡に映っている自分の姿が本当だっていうのと自分こういう風になれたら本当にすごいな本当にそういう風になれたら素晴らしいなっていう理想的な姿をもし見てる姿を脳は区別しないってことなんですよ。鏡で見ている物理的な実際の自分の姿とこういう風になれたら理想的だなっていう風に思いながら写真を眺めていたり脳の中で想像している自分の姿っていうのは脳は区別がつかないってことなんですね。だからこっちが本当なのかこっちが本当なのかっていうのは臨場感の強さの違いだけでもしこういう風な自分が当たり前なんだとこういう理想的な自分っていうのは当たり前なんだっていう風にもしあなたの脳が認識したら自然と生態をそういう風に近づけていってくれるっていうことなんですね。近づけていってくれる。こっちの方が自分の理想のあるべき姿としてこっちが本当なんだと。鏡に映っている自分は今仮の姿であって今現実の鏡に映っている姿っていうのは仮の姿であって本当はこっちの自分の方が当たり前なんだっていうことを脳が本当に認識し始めたら自然とそっちの方に生態が反応していってくれる。私の場合だったらなぜかご飯をいつもだったらおかわりしてたのにあんまりおかわりしなくなったとか
全然体重に変化がなくてもジムに通い続けたとか体重計に乗り続けたっていうようなまさに無意識の行動っていうのをしてくれるようになる。で、後付けだったら何でも言えるじゃないかっていうふうに、思われるかもしれないんですけど、私もそう思うんですよ。確かにね、後付けだったら何でも言える、何でも理屈はつけられるよって思うんですけど、でも本当に今までこっちの目標達成法しかやってきてなかった人間からすると、本当にその不思議な感覚なんですよね。なんでこんなんで痩せる、だってダイエットがうまくいかないからって言って、全世界でどれだけの教材が売れてるんだろうと、どれだけの人がジムに通ってるんだろう、フィットネスをやってるんだろうって考えた時に、正直申し訳ないぐらい何もやってないわけですよ。すいません、こんなんで痩せてしまってみたいな、何にも頑張ってないのに、何にも努力してないのに、何にも気合い入れてないのに、ただなんかジムに通ってたら標準体重まで痩せてましたみたいなのっていうのは、もうどう考えても納得できないんですよね。あとはもう、この写真をずっと、部屋に置いていて視界に入るところに入れてたからかなというふうにしか、思えないんですよね。いや本当に。なので、この話を聞いてあなたがどういうふうに思われるかっていうのはもうあなたの、感想というか主観次第なんですけど、私としては自分の体感覚、負に落ちた感覚としては、ああ今まで勉強してたイメージの力ってこういうことなのかというふうにすごく実感しています。で、実際あなたがこの話を聞いてですね、どう思われるかっていうのはあなたの主観次第なんですけど、でもやって損がないことなんですよね。絶対に、仮にあなたがじゃあ何か理想的な自分になりたいと、でそれを実現、それを表す写真を自分の、自分が毎日必ず見る場所に貼っておく、もしくはそういった情報を聞いておくことに関して、もし仮にですよ、仮に目標が実現 しなかったとしても、あなたにとって損っていうのは多分何もないと思うんですよ。そう、写真を切り取る時間が無駄だったとか、もう本当にその程度のことだと思うんですよね。なんですけど、やって絶対損はないことだと思うんですよ。仮にやって何の効果がなかったとしても別に損はゼロだと思うんですね。だったらやらない方が損だと思うんです。そんなことで自分の目標が達成できるんだったら、それはもうどんどんやるべきなんじゃないかなっていうふうに思うんです。もちろんじゃあスポーツジムに通って3ヶ月以内に7キロ痩せるとかっていうのはこの方法じゃダメかもしれません。こんな緩いやり方だったら3ヶ月で絶対7キロ痩せるとかっていう目標だったらできなかったかもしれないんですけど、期限を決めてなかったんですよね。期限が決めてなかったんで、全然体重が変わらなくても普通にジムに楽しく通ってたわけですよ。で、ある時にドーンと、一気に痩せ始めたんですね。で、今2014年4月なので、これを話しているのが2014年8月ですから、4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、この4ヶ月間リバウンドっていうのは全然してないんですよ。ずっと今61キロ台ですけど、61キロ台でずっとキープできてるんですよね。だから それだけ1年半っていうある程度の期間をかけて、ゆっくり痩せたので、なんか全然リバウンドしてないし、むしろ少し食べ過ぎたと思ったらすぐこう感覚的に、食べ過ぎたな、明日もう少し、抑えた方がいいかなとか、明日は絶対ジムに行こうとかっていう風に、自分の無意識がなんとなくその居心地の悪さとか自分の快適な体の状況っていうのをつかめるようになっているんですね。なので、今回あなたにお伝えしたかったのは、そのイメージの力っていうのをお伝えしたかったんですね。実際その視覚的に、見てるものに、私たちっていうのは目から、得られた情報っていうのにすごく大きな影響を受けていて、もし毎日のようにそれを見ていれば、脳はそれが仮想なのか現実なのかっていうのが区別がつかなくなってきた時に、あなたを自然とあるべき姿に導いていってくれると、本当に自然になんとなくそっちの方に、連れていってくれるということを、体験談と、あとその理屈理論を含めて、今回お話をさせていただきました。なのでぜひですね、何にもならなかったとしても、何の役に立たなかったとしても、絶対損がないことっていうのはぜひやってみられることをお勧めしたいと思います。はい、今回はイメージの力ということでお話をさせていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それでは。